こちらが今日の材料です。ひき肉 300g、 玉ねぎ1/2 個、にんにく3かけ、にんじん1/3本、セロリ2本、豆腐8丁、キャベツ1/2玉、粉大さじ1、チーズ1/2カップ、春巻きの皮25枚、醤油大さじ1、ごま油大さじ1/2、オイスターソース大さじ2、塩コショウ、揚げる油適量。まず豆腐の水切りをします。豆腐1/2丁はスライスしてレンジにかけます。キッチンペーパーの上にのせてレンジで3分加熱します。その間ににんにく3かけをみじん切りにしましょう。今日使う具材はすべてみじん切りにします。人参1/3本、皮をむいてフードプロセッサーにかけます。豆腐の水切りができました。玉ねぎ1/2 個、これも後でフードプロセッサーにかけます。もちろん手で刻んで作ることも可能ですが、フードプロセッサーを使うと苦手な人でも食べれるぐらい細かくなります。玉ねぎから出る水分は絞りましょう。キャベツは粗めにみじん切りにします。細かくしすぎると水分が出てしまいます。セロリ2本、筋を取ってからみじん切りです。春巻きにセロリはマストだと思います。ぜひ試してほしいです。みじん切りができました。混ぜていきましょう。春巻きにすると野菜がたくさん食べられます。よく水切りができた豆腐も入れましょう。まだ水っぽければもう1分レンジにかけます。では醤油大さじ1、ごま油大さじ1/2、オイスターソース大さじ2、塩コショウ、少なめで大丈夫です。塩をたくさん入れすぎると野菜から水分が出てしまいます。ではよく混ぜていきましょう。最後にシュレッドチーズ1/2カップ、私はモッツァレラを使いました。手で大まかに種を分けておきます。無駄が出ないようにするためです。春巻きの皮が25枚なので今日は5等分。粉大さじ1杯に水大さじ2杯を混ぜます。皮をくっつける海苔になります。では春巻きの皮を1枚広げて手前の方に肉ダネをのせます。長方形になるように広げましょう。包んでいきます。まず一周巻いてから左右の皮を折りたたみます。最後は小麦粉で作った糊で留めましょう。あとは揚げるだけ。油を170度に熱します。油はこのぐらいの量で大丈夫です。
一度にたくさん揚げないように気をつけてください。油の温度が下がってしまいます。匂いも音も見た目も美味しそう。一度に食べない人は冷凍しましょう。食べるときは凍ったまま揚げます。野菜もタンパク質もたくさん取れます。チーズのコクとセロリの爽やかさで何本でも食べれてしまいます。ごちそうさまでした。